双子の片割れがスパイ、そんな説が出てきているわよ。え、双子って私？ああ、ゆきちゃんと。でもスパイって一体何のこと？私見たんだ、あなたが黒服の人たちと交流して指示を出すとこ。何を言い出すかと思えば笑える。そんなバカなこと絶対ありえないわ。ことを言われてブチ切れるかと思ったけど、日陰も余裕が出てきたもんだな。私そんな人たちは知らないし、ショッピングモールにも行ってないよ。モモ。はい、調べてみます。ちょっと失礼。びっくりした。高島さんを舐めた、なんということを。どちらのユーナでもないなら、残ったユーナは赤峰しかいない。はあ？まだ同じ顔の人がいるわけ？一体全体この世界どうなってんの？赤峰さんが何か企んでいるとしたら、その男たちは何者なのでしょう？それはこれを見ればわかるかもしれない。パソコンはあるかしら？あ、はい、こちらへどうぞ。それは GPS の受信機ですか？ええ、男と接触した時に小型の発信機をスーツのポケットに忍ばせておいたの。 PC に接続して。地図表示は無理ですが、ここからの距離と方角は大丈夫のようです。でしたらその情報を現代の地図と照合してみますね。はい、これで。ええ、ここは、この場所は大社です。え、大社？それって神官さんたちの中に悪い人が混ざってるってこと？そんなことあるわけない。隠し事はいろいろしても基本は世界平和を願う組織のはずよ。でしょ？大社って勇者部と神樹様の間にある組織のことだよね。信じたい気持ちはわかるけど、でもどんな組織にも不満を持つ者はいる、裏切り者も。あなたはどう思う、大園子さん？大園子？君だよ、私たちと同じ西暦から来たっていうリーダー格の君。私か？大園子ってどういう意味だ？だって三姉妹で大中小なんでしょ？大園子、面白すぎてボタマポイントだ。笑っちゃ失礼。何をどう聞いたかは知らないが、私と園子とは姉妹ではなくて先祖と子孫だ。天も竹縄ではございますが、樹海家のお時間がやってまいりましてよ。このイクリデッサイズに乗せて出陣前に疲労困憊。お役目開始。
撃します。お役目開始。ねえ若葉、新世紀組は驚いてたけど、私はさ、大社に造反者がいても全然不思議に思わないよ。うむ、神官だけならいざ知らず、あの小賢しい赤峰が関わっているならなおさらだな。だとしたら月影の皆さんが召喚されたのもうなずけますね。人が自分の病巣を自分で取り除けないのと同じで、神樹も大社内部の闇には手を出せないのかも。それに無垢な勇者や巫女では闇そのものに気づくことも対処することもできなそうだしね。勇者部に負け越している赤峰はついに大社を内部から切り崩すという手段に出たのかしら。よくもそんな面倒な真似を。こうなったら大社を潰してやる。お姉ちゃん、大社じゃなくて大社にいる一部のいけない考えを持った人たちを、でしょ。それでこれからどう動くつもりなの。大社とかいうところに奇襲でも仕掛ける。それはダメよ。万が一勇者システムが破壊されたりしたら手も足も出なくなるし。そうなんですか。でしたらむしろ敵の目的はシステムの破壊そのものということなのでは。それは非現実的だね。勇者システムは大社の中で最も強固で精密な防衛網の中にあって、大勢の巫女が周囲を固めているから一歩近づくだけでも感知されて、そこで排除されちゃうよ。それにもし敵に破壊が可能ならとっくにそれを成し遂げ私たちを無力化しているはずです。そっか、なるほどね。レレレ、ももさんがいる。っていうか月影さんたち全員樹海で動けてる。ん？それってなんか変なこと？メイたち最初もここにいたんだけど。別世界からお呼びした方々ですから、神樹様がそういう風にされているのでは。よくわからないけど、それでここでは何をすれば。いやあ、またあの怪物。どうしよう。どうしたら。私たちの武器は全く通用しないし、戦うにはいくらなんでも大きすぎるわ。もちろん戦闘は我々に任せてください。タマ、そのコズ、夏目で月影の護衛を。了解。犬坊崎部長、申し出はありがたいけど私たちもそこまで無力ではないわ。かなわない敵と対峙する時でも月影には月影の戦い方がちゃんとあるからさ。しかしあなた方は生身の人間、敵は恐ろしい異形の化け物、無茶はいけない。それは把握済み。でも私たちにはこれがある。みんなスパイスを決めていくわよ。
はい。おお、なんか噛んだ途端に雰囲気が。もしかして魔法の秘密アイテム？私たち変身はしないけど、スパイスで身体能力を高めることができるんだよ。そう、スパイスを一噛みすると身も心もピリッとたぎってくるの。わかるわ。私も決める。どこも何にも変わってないって、カリンさん、それは煮干しじゃないですか。月影一同、巨大生物の討伐戦にて勇者のサポートに徹せよ。ミッションスタート。了解。お役目開始。